起きろ。師匠。起きろ。聞こえないのか？いや、師匠はもう、とうの昔に。いい加減起きろ、より！おはよう、セイバー。その呼び方は、まあいい。遅いぞ、より。先が思いやられる。あの程度の戦いでどれほど疲れ切った？まったくもう。次は君の眼に塩水を垂らそう。それは困る。驚きのあまり刀を抜きかねん。ほう、伊織が抜くか。となると私の加減次第では返す刀で伊織は真っ二つになるな。そうだろうな。だったらなおさらやめてくれ。善処しよう。それより君にはさっさと起きてやるべきことがある。というと？私たちは寝食を共にするのだ。ゆうべ君の言ったことだろう。寝て起きたならば次は食べる方。うん、朝毛の時間だろう。さあ、支度を、より。兄ちゃん、大変だよ。隣の家がみんな壊れて。おや、来客か？客というか、昨日の今日だぞ、カヤ。一体何しに？で、兄ちゃんちも大変じゃない。一体何があったの？ああ、そうだな。昨夜は人ならざる者の襲撃を受けたと、どうしてカヤに言えようものか。何、単純な話だ。荒ぶる雷神の放った雷がこの辺りに落ちた。おかげで昨夜は大騒ぎだなあ、伊織。イカズチか。って誰ですかこの小人。綺麗。もしかしなくてもこれって兄ちゃんが女の人を長屋に。私はセイバーという。察するに君は伊織の妹子か。兄上の妹です。セイバーさん、兄上といつ祝言をあげてくださるのですか。カヤ、客人の前ではしゃぐものではないよ。俺はセイバーと大切な話がある。悪いが今日のところは帰ってくれ。大切な話？それは妹として聞かざるを得ないような。どうしよう、こんな綺麗な姉上ができるなんて心の準備が全然間に合ってないっていうか。勘違いで姉を生やすな。ほら帰った帰った。何を焦る、より。大事はない。妹子は私が守る。そういう問題では。そもそも君が巻き込まれる必要すらないぞ。伊織がどこかに隠れていれば私が全て済ませよう。伊織とてライダーとランサーを見てまともに斬り合おうとは思うまい。むしろ思われてしまうと困る。ん？何の話？黙って聞いておれば大層な口を聞くではないか、セイバーとやら。何者だ？
あ、本のじいちゃん。やっと起きたか。あれだけの騒ぎの後に随分とのんきだな。ん、喧騒が心地よう身に響いての。気づけばぐっすりと眠っておった。いおり、これは本だよ。本？ああ、南蛮の書だ。日の本の書はもっと薄いし、よく曲がる。はは、なるほど。東大では木に書くのはやめたのか。木簡か。本を知らぬとなれば、やはり相当に古き時代の人物なのだろう。こそばゆいわ。そう熱く見つめるでない。まあ、わしのような書に夢中になるのは仕方ないかもしれんがの。しかし、本か。時が変われば書も口を聞き、空を飛ぶようになるとは、なんとも驚きだ。いやいや、本は飛ばないし喋らないよ普通。このじいちゃんがおかしいだけだって。おお、ならば何がしかの怪異か。おかしいだの怪異だの、悪意のないトゲが突き刺さるわ。じいさん、紅玉の書は父の遺産だ。いずこの文字で書かれたかすらもわからず、読むのを諦めていたが、ある日突然俺に事の葉を放ってきてな。正直驚きはしなかった。事の葉でやり取りができるのは、なんというか、書を読むよりもたやすいしな。そうして俺はじいさんにいくらかを教わった。体中の経絡を研ぎ澄ませ、半年の後、カトンの会得に成功したというわけだ。カトン…ああ、あれか。昨夜、君の使った術だな。ならば差し詰め、この書は君の術の詩か。詩が傍らにあるなら…うん、今からでもまじないを本文としたらどうだ。剣より、よほど身を助けるだろう。俺の本文は剣士だよ。どれほど弱かろうともな。剣士ってのんびり話してるけど、兄ちゃん、家なんとかしなきゃ。埃も泥棒も入り放題になっちゃうよ。そうだな。これでは朝毛もままならん。ならばいよりよ、これを機にこの長屋に馬術工房をこしらえてはどうじゃ。家事師に家事場あり、馬術師に馬術工房ありじゃ。工房？なんだっけそれ。お前も前にじいさんから聞いたろう。馬術師の持つ家事場のようなもので、さらには砦のようなものなんだそうだ。しかり魔術師の魔術工房とは難攻不落の要塞なり。だが余人に知られては三流の仕事、一見してもわからぬよう長屋を砦へと変えるのだ。ほうほう、守りを固める術ならぜひやるといい。やぶさかではないが、うん、工房作りには素材がいるぞ。無から有を望んではいかん。まあ道理だな。銭はまあ昨日の稼ぎで足りるじゃろ。さあ必要な素材を買いに出るぞ。
あまり時をかけず買ってこい。朝げが遅くなる。いってらっしゃい。修繕終わったら朝ごはん作ってあげるね。ちゃん今日も来てるらしいな。あんな可愛い妹さんに心配かけんじゃないぞ。いらっしゃい。毎度あり毎度あり毎度あり。お侍さん、変なもんばかり買ってくね。ま、こっちは大助かりだが。まだ半ば。おかえりなさい。買い物ちゃんと終わった？ああ、必要なものは揃ったはずだ。では始めるとしようかの。ところじゃな。広くなったが、その隣家の壁までぶち抜いてしまったぞ。どうせ空き家じゃ、構いません。工房とはそれなりの広さが必要なのじゃよ。儀を終え次第元に戻しておこう。さて次じゃ、工房についていくつか教えておくとしよう。
いつまで話してるの？もう朝ごはんの支度できたよ。私は支度しながらつまんだから、あとは二人でゆっくり食べてね。おい、まだ勘違いを。それじゃあまた。セイバーさん、兄上をよろしくお願いします。お身をつけか。うん、実に米に合う汁だった。ごちそうさま。いつまで飯の話をしている。英月の義はどうなった？腹が減っては戦ができぬと当代では言うのだろう。食をおろそかにしてはいつまでも弱いままだぞ、伊織。それは分かっている。カヤにもよく怒られているしな。ともあれだ、今後の動きを決めるとしよう。動き、うん、それは英月の義をどう戦うかということか。ああ、そうだ。ふむ、ならば私から言っておくことがある。義がどうあれ、戦場に呼ばれたからには私は勝利する。あらゆる手を尽くして。優先すべきは敵マスターとサーヴァントの撃破。それ以外のことを私は考慮しない。待て、それは江戸の民のことはいないものとして考えると。うん、分かってもらえて何よりだ。本当に？その驚きは何についてだ。ではそうはならぬよう立ち回らなければな。俺は言わずとも構わない。ゆうべ君の意思はもう聞いた。そうか、では今後の動きは決まったわけだ。さて、では俺は出かけるとしよう。出かける？え？この工房、君が引きこもって身を守るために作ったのではなかったのか。銭を稼がねば飯は食えん。道理だろう。稼ぐ、銭、ああ、確か、うん、物を買うあれだな。貨幣に縁遠いのか。ならばもしや平安武者あたりか。剣士としての務めか。近いが遠いな。切り合いなどそうはない。江戸の町を取り締まる同心連中の手伝いさ。今日は吉原へ行く。同心吉原、よくわからないが、君は何かを手伝うのだな。セイバーは留守の番をしていろ。俺一人で構わない。どうした？いや、私も行く。そうだな、行った方がいい。行くべきだ。ああ、虫の知らせがあってな。もとより君が決める言われもないだろう。そうかもしれないが。なら決まりだ。お、そうだ、私は江戸には不慣れでな。しっかりと案内を頼む。己の町だ、知らぬことなどないだろう。可愛らしい異種返しだな。まあ案内くらいはしてやろう。勤めの邪魔はするなよ。銭を稼がねばお身をつけも米も食えん。米とお身をつけ、それは一大事だな。任せろ、邪魔はしない。では支度が済んだら声をかけてくれ。私はいつでもいいぞ。
は済んだか？ああ、出発しよう。待て、わしも行くぞ、イオリ。なんだ、ずいぶんと空腹を誘う香りだな。威勢の良い掛け声が飛び交う様はまるで祭りのような。おい、あの刀を刺した集団は何だ？守られているのは誰だ？わかった、わかったのだな。いや待て、瑞子かの姫が断層でお忍びの最中かもしれない。あれはわかるぞ、団子を振る舞う噂に聞く茶屋という。やれやれ、物珍しさに目を白黒させているな。まあ無理もない、俺も最初はそうだった。江戸の町並み大いに面食らったものだ。それはそうだろう。何しろ人がこんなにもたくさんいて、立派な建物がこんなにもたくさんあるのだ。それは人がこんなにもたくさん生きているということ。これはなんというか、とてもとても。なんだ、人の営みに感じ入る。平らかなる世を知らずに生きた人物か。ああ、いや、江戸の町があんまり物珍しくて。さあ、よりキリキリと案内せよ。吉原に向かう道すがら、私の問いに答えるがよい。わかったわかった。遠き過去を生きた英傑に江戸浅草を楽しんでもらうとしよう。あれはより、こっちだ。あれはちゅるり。食べたいのか？いや、別にそういうわけでは。少し待っていろ。口に合ったようで何よりだ。とても良いぞ。次もうまいものを食したいものだな。いらっしゃい。なあ、毒味してやろうか。うん、うまい。また来ておくれよ。どうした、セイバー。わずかに魔力を感じた。夕べの奴らとは違うようだ。はような街中でのう、確かめた方が良さそうじゃな。この辺りだ。うん。
なんだあれは、もののけか。まあそうだ、いわゆる怪異の類じゃな。大方昨夜より江戸一帯に渦巻きたる魔力に当てられ湧き出て。話は後だ、おじいさん。行く手を阻むならば切る。伊織、わかっている。セイバー。水の型で行く。見えた。なかなか骨が折れそうだな。おお、そうだ、まとめて吹き飛ばせば。魔力のパスの目か。これは面白い。必要な時は私を呼べ、より。サーヴァントとやらと同じか。神秘なき者は神秘に届かぬとは違うな。その剣と腕ならギリギリ届こう。あれはまとった魔力が鎧の代わりをしたるんじゃ。打って剥がしてから切れ。
また一つ強くなれたか。やれやれ、この手のものが他にもいるのか。人の多い場所には出まいが、まあ人の少ない裏手なぞには湧くやもしれん。あれ式の怪異がなんだ。さあ吉原へ向かうぞ。そうじゃ、よりん、先ほど何やら拾っておったな。これのことか。それじゃそれ。やはり強い魔力を感じるの。君の剣につけてはどうだ。少しは助けとなるかもしれん。なさそうな。神秘のいくらかが宿ったのか。以後留意しよう。